直接先生方と作品作りを、いたしますので、手前の三越のやっぱりオリジナル性を出していただきたい、作家先生方の個性みたいなものをどうこううまいこと三越の手前どもの三越好みというような風にこうマッチしていく。日本橋三越呉服売り場の足立でございます。今回は手前ども三越好みということで、その中でもまず、太田正信先生の黒留め袖、ご紹介いたします。ぜひご覧くださいませ。太田正信先生のご紹介でございます。太田正信先生は、白坂光三先生のお弟子さんでいらっしゃいます。いろんな太田先生もご趣味がありますが、一番は、やはりいろんもうその加賀友禅、伝統的な加賀友禅に、自分らしさ、もうチャレンジ精神ですか、いろんな要素を取り入れて、果敢に加賀友禅の枠だけにとらわれずに、伝統的な加賀友禅は加賀友禅として先生確かな技法はお持ち、技術はお持ちでもちろんいらっしゃいますので、そこに裏付けされたいろいろなあの要素を取り入れて、果敢にチャレンジをされていると。それは先生がいろんな、いろいろなご趣味をお持ちであるからこそ、先生の世界観が、作家としての世界観も含めて個人の世界観も含めて広がっているからこそ、自分のなりご自身のなりわいである加賀友禅の技法にいろんな要素が、取り込まれてチャレンジされている、そういった先生でいらっしゃいます。今回ご出品いただく、作品にも、そうした先生の、チャレンジ精神、トライアル精神、そんなところが多分にご覧いただける作品を、ご出品いただいておりますので、ぜひご覧いただければと思います。商品作品の方はこちらをご覧くださいませ。それでは太田正信先生の黒留め袖、ご紹介をさせていただきます。この度ご出品いただいたこちらの太田正信先生の黒留め袖、群鶴という、まあ、鶴が群れをなして、波と松のを背景に、まあ、飛翔しているというそんな様子でございます。まあ、鶴が松があって、波が、まあ、非常におめでたい、流れのある、重厚感のあるお黒留め袖でございます。先ほどの先生の紹介のところで、お話申し上げましたように、先生チャレンジ精神豊富だって申し上げました。写実的に描くのが加賀友禅の伝統でございますけれども、あえて先生はその写実性を崩してデザイン化をして構図を描いたというところが最もこの黒留め袖の特徴でございます。また遅めの部分ではこの波の部分の表現、染めの仕方、
ここは、まあ、巻きのり風な感じで、少しまだら文様になった染めになっております。なかなか、加賀友禅では、こうした技法を使うことはないんですけれども、そのまだらになった巻きのり風の雰囲気を、加賀友禅に乗せてデザインを少しモダンで、デザインチックにデザイン化した、お着物の構図にしたというところが、このおくろとめ袖の一番の特徴でございます。まあ、伝統的な技法がやっぱり加賀友禅の特徴でございますから、まあ、三越手前どもと先生が直接にこういう形でいこう、こういう図案でいこう、こんな色でいこうって先生と話し合って、直接話し合ってお作り込みをさせていただいてるからこそ、先生のチャレンジ精神に火がついて出来上がった、そんな商品作品でございますので、こちらの黒留め袖をぜひご覧くださいませ。いかがでございましたでしょうか。今回の太田、ご紹介させていただきました太田先生の他にもいろいろな先生方の作品を取り揃えております。加賀友禅をご覧いただくには、幅広く数多くご覧いただく絶好のチャンスでございますので、ぜひこの機会にご来場くださいませ。ちなみに春の着物機構は2月の10日から23日まで開催いたしております。ぜひ心よりご来店お待ち申し上げております。本日はありがとうございました。